皆さんこんにちは。今回はフレイル予防を目的にエネルギー、タンパク質が取れるレシピをご紹介いたします。高齢になると栄養の吸収力も低下するので、若い時と同じ量のおかずを食べることが大切になります。それでは家庭に常備しやすい即席麺を使い、一品でタンパク質、エネルギーが取れる簡単レシピをご紹介いたします。豆乳かにかまラーメンを作ります。まずお水の中にもやしを入れてください。これは本当にもやしがパリッと湯がけますので、熱湯をよく使ってる人もあるかと思いますが、もやしを水から入れて湯がきましょう。じゃあお湯が沸騰しましたので、もやしを引き上げます。面倒な方はもやしも入れたまま麺を湯がかれてもいいんですけども、一応引き上げて、そこに乾麺を一つ入れます。でこの麺を湯がくお水なんですが、普通のお水の量より 100cc 減らしております。なぜかっていうと、ここで豆乳を使いたいからです。小さいお鍋やと麺が浸かりますが、ちょっと大きくなると麺が浸からないんで、その辺は途中でひっくり返してやってください。で袋に書いてあるように3分間なら3分間湯がきますが、ちょっと早めに豆乳を入れたいと思います。でなんとなく柔らかくなってきたので、ここに豆乳を 200cc、 この豆乳牛乳でもいいんですが、これを入れることによって塩分が少なくても美味しく食べられます。で沸騰直前にもう火を止めます。でスープを入れます。できればこれもあったかいお湯で温めておくと美味しく食べれます。あとはここに色よくわかめ、事前に湯がいておいたゆで卵半分、小松菜、もやし、これで本当にタンパク質も野菜もすべて一食分の量が取れますので、これ一杯で、でこの少しお汁が多いんですが、豆乳なので塩分も少なくしてますし、全て飲んでもそんな塩分の取りすぎにはならないです。この具材は別に何でもいいので、好みによってはここで卵も一緒に入れちゃってバサッと移す方もあるかと思いますが、お好みで材料を選んだってください。皆さん暑い間にどうぞお召し上がりください。皆さんいかがでしたか。今回の料理は一品で必要な栄養素が取れます。簡単にできるので、お家でも作ってみてくださいね。